もう、すでに情報を知っている方はスルーしてください。韓国が、2番艦マラド強襲揚陸艦を就役しました。今回は、甲板の耐熱処理について、詳しく見ていきます。F-35B ステルス戦闘機艦載可能との報道もあったが、実際はでしたね。やっぱり言うことと、することが違いますね。ある意味スケールが違います。2021年6月末に、韓国でドクト級強襲揚陸艦の2番艦となるマラドが就役し、1番艦のドクトの2007年に、就役から14年を経たこともあり、同型艦とはいえ、可能な限りの船体の拡張が図られた形となっている。具体的には、マラドは、満載排水量が1万9000トン、全長 199.4 メートル、全幅 31.4 メートルとなっており、これは、1番艦のドクトより、満載排水量で約500トン、全長で約15メートルほどの船体の大型化が実現されたものだ。このドクトから今回のマラドまでの14年間に、日本の海上自衛隊では、ヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、加賀に航空母艦化改修を施すことが決定したため、韓国もこれを睨んだ艦としたかったようだ。というのも、マラドの全通飛行甲板には、航空機用の耐熱処理加工が施されているといい、一部では、日本の出雲、加賀、同様に短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型の運用の可能性も取り沙汰されている。しかし、マラドの飛行甲板への耐熱処理加工とは、大型輸送機 MV-22 オスプレイの離着陸に対応可能なレベルであって、F-35 ライトニング 2B 型の超高熱の排気熱に対する耐性は備えていないというのが大方の見方だ。これは F-35 ライトニング 2B 型の排気熱に耐えうる耐熱塗装の技術を韓国が有していないことや、そもそもドクト級強襲揚陸艦の内部構造は F-35 ライトニング 2B 型を収容する設計ではないことがその理由として挙げられている。また耐熱加工以前にマラドの飛行甲板の強度自体が戦闘機の離発着の荷重を視野に入れて設計されたものではないとも言われており、その点からも F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることは物理的に困難な模様だ。こうしたある種、非常に特殊な F-35 ライトニング 2B 型の運用に、必要な飛行甲板の強度、耐熱加工、エレベータや収納スペースの構造を鑑みれば、見た目に全通飛行甲板を備えるとはいえ、戦闘機運用は容易ではないとわかる。裏を返せば、日本の出雲や加賀は、設計、建造の時点から F-35 ライトニング 2B 型の運用を想定していたとも言えそうで、これらの建造の際に、野党が憲法で禁止された空母だと非難していたのも当たっていたと言えなくもない。ただし、これまでの日本政府の見解では、日本が憲法上保有できないとしているのは、SLBM を搭載した戦略型潜水艦や長距離戦略爆撃機、そして攻撃型の空母であり、出雲、加賀は攻撃型に抵触しないとの判断に基づく。自衛隊は軍隊ではないという他国から見れば、摩訶不思議な政治的な命題に絶えずさらされている中では、艦艇、航空機等の主要な装備の調達にも非常に面倒な理由付けが不可避であり、現場や防衛省の苦悩も一方ならぬものがあるだろう。さて韓国のマラドだが、1番艦のドクトは強襲揚陸艦だと韓国内でも表現されているが、今回は大型輸送艦と呼称されており、これがどこに向けられた何故の配慮なのかは、はためからはよくわからない。韓国内のメディアは、
1番艦のドクとそして2番艦のマラドと着実に韓国が航空母艦建造のノウハウと技術を積み重ねてきていると概ね報じており、世論的な面からも航空母艦の保有に日本のような意味での否定は見られない。ただ現実的な論者たちからは、韓国の最大の仮想敵国は今でも一時休戦状態にある北朝鮮であり、地続きの同国に対して航空母艦を保有することは有効な対応策ではなく、 F-35 ライトニング 2A 型の配備を削減すべきではないとの意見も見られる。こうした意見は、韓国の置かれた地理的、軍事的状況を考えた場合には正論だと思えるのだが、多くの世論は、日本が、竹島、韓国名、独島を軍事力で奪還しようと目論んでいると捉えているようで、その対策に、空母の必要性を唱えている。これは、日本が、出雲、加賀、の航空母艦化を決定して以降、なおさら、韓国も、対抗上航空母艦を保有すべきという声が大きくなり、世論に迎合し政権の支持率を高めるために現文政権が半ば強引に推し進めているように見える。韓国はマラドに続く独島級強襲揚陸艦の3番艦をすでにペンニョンドと命名して建造する計画を推進しており、これがこのところ本格化している韓国初の軽空母になるものと考えられている。韓国の軽空母計画で興味深いのは、これまで、ドクとマラドの2隻のドクト級強襲揚陸艦の建造を手掛けた、阪神重工業者ではなく、ヒュンダイ重工業者とテウ造船海洋社が名乗りを上げている点だ。前述のように、ドクト級強襲揚陸艦を通じて、航空母艦建造の、ノウハウと技術を積み重ねてきたと報じられている割には、注目の大事業であるにもかかわらず、その建造企業を変更する方向で進んでいるのは、稀有な感もある。ただし、いずれにせよ、韓国独力での航空母艦建造が困難であるために、ヒュンダイ重工業者には、イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦を手掛けたバブコック社が、テウ造船海洋社には、イタリアのフィンカンティエリ社が支援を実施している。すでに、韓国の軽空母計画の初動の概念設計においては、ヒュンダイ重工業者の案が採用されており、したがって、バブコック社が支援する形で、クイーン・エリザベス級航空母艦と同様のスキージャンプ式の発艦方式が盛り込まれる可能性が高い。2021年5月に、イギリスのポーツマス港を出港し、極東地域派遣へ向けて航行中のクイーン・エリザベスだが、こうした事情もあり、韓国に寄港する可能性も高いとみられ、本採用に向けた韓国へのアピールが予想されている。一方のテウ造船海洋社とイタリアのフィンカンティエリ社のコンビは、ドクト級強襲揚陸艦と同様に、むしろ艦艇の船体をコンパクトにし、ある種小回りの利く運用の実現を図るものではないかとも感じられる。フィンカンティエリ社が手掛ける代表的な艦艇は、2022年に収益予定で偽装中のイタリア海軍の強襲揚陸艦トリエステであり、これは基準排水量 25,816トンで、韓国が考える軽空母よりも若干少ないと言えそうだ。強襲揚陸艦トリエステは全長245メートル、全幅47メートルと比較的小型だが、それでも艦載機はヘリコプターとF-35ライトニング 2B 型の合計で最大20機ほどの収容が可能とも言われており、航空機の運用能力も低くはない。ただし、韓国の軽空母用のテウ造船海洋社とイタリアのフィンカンティエリ社の案には、強襲揚陸艦トリエステやヒュンダイ重工業社バブコック社案と異なり、スキージャンプ方式は採用されていない。個人的には、
クイーン・エリザベス級航空母艦を若干ダウンサイジングしたかのようなヒュンダイ重工業者、バブコック・シャーンよりも、レウ造船改良者と、イタリアのフィンカンティエリ・シャーンの方が現実的な気はする。